箱入り息子です。はい、今日はなんと念願のフットサルやっていきたいと思います。いやついにですよ。いやついにですね。いや皆さん気合もバッチリということで、バッチリですよ。なんか気合すごいね。最近さ、あのブルーダック見てるからさ一番できそうだね。だから俺小太郎さんはなんか必殺技があるということで。ああはいはい、ありますあります。なんていう名前でしたっけ。お惣菜シュートです。何それ何それ。お惣菜シュート試合で見れるのが楽しみです。はいはい、いやなかなかダークホースなんでね。いやダークホースといえばやっぱりやすいやそうです。もう何でもできちゃう。今日やる気ない感じだし結構やばいっすね。そうだね。バスケやってたからさ人抜くのとかうまそうだ。確かに確かに。というわけでやっていきましょう。はい。あまあそうっすね。今パス回しとか見てるんですけど、僕たちがあんな陰キャのもに負けるわけがないっすよ。大したことないわ。ね、アマチュアから出直してもらおうかな。まだ早いんじゃない俺らってやるのは。一回だけ量があるシュートしかましてる。あ、オッケー。誰も止められないような、うん、すごいやつを。じゃあ一回ジャブでビビらせて。そうね、何発かさ、量がその決めといてさ、あの貯金作っといてくれ。貯金作って、あとは遊んであげよっか。負けないぐらいちょっと最初に量が決めといてくれもらえたら、あとは楽しくやろう。ガヤ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 風に乗って聞こえてくるぜ。お前あんま勘違いするんじゃねえぞ。喋り方どうしたお前は。コーラきちいぞ。はい。なんて言ったの。コーラきちいぞ。炭酸きつかった。まあ俺らは負けるはずがないんですよね、まず、うん、まあ龍河がいるっつってもよ、うん、この3人の力を合わせたら勝てるもん。勝てる当たり前じゃん。負けねえよ、うん、あいつが主役だからって俺は気使わねえよ。しかも今日審判いないって聞いたからさ、どこまでフィジカルでぶつかっていいか。小太郎とさつきに。オッケー。そうそう。行っちゃっていいよもう。お上手。さっきだったの。つま先シュートがすごい。ダークホース必殺技持ちがいるからな相手。まあいい勝負できたらいいなと思います。はい。頑張るぞ。はい。はい。キュービックチャンピオンリーグ2023スプリングシーズン開幕。1チーム3人と。少人数で行われるこの試合、通常のフットサルとは違う3点選手で勝敗が決まる。今回最も注目されているのが四季選手とくぬぎ選手のキャプテン対決。その他にも市川選手は狩痩せ双葉ペアを翻弄できるのか。ブルーロックが大好きな立花選手にも注目です。果たして勝利するのはどちらのチームなのか。まあそうっすね、今パス回しとか見てるんですけど、僕たちがあんな陰キャどもに負けるわけがないっすよ。アマチュアから出直してもらおうかな。まだ早いんじゃない。俺らってやるのは一回だけ量があるシュートに打ちかましてほしい。ちょっと早いチーム変えよう。チーム変えよう。チーム変えようか。リョーガとミナトでグッパー、俺とキュアハルでグッパー。ちょっと主役じゃない陰キャは。マジで写真出るね。キュービックチャンピオンリーグ2023スプリングシーズンリベンジマッチ。今回のチームは両者バランスの取れたチームで結成。
泣いても笑ってもこれでラストバトル。果たして勝利するのはどちらのチームなのか。負けぼ。オーケー。行きます。ファイナルゲーム。来いや。うまい。